漢検一級3回目合格した芸人のキクリンです。そして、はい、漢検一級初チャレンジで目標点到達しなかった杖母俳優の米村大地です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。久しぶりですね。まずそうですね、お久しぶりです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、米村さんの単体 の、はい、あの動画はね、出させていただいて、はい、あのあれなんですよ、その米村さんが試験受けたっていう動画をもらって、はい、で最初にね、僕が一応出てきて、はい、今日米村さんが動画を撮ってくれたんで、じゃあどうぞっていうのを最初に入れるかどうかもあって、はい、米村さん単体で出したらどうなるかなと思ったら、はい、僕単体の時と大して再生数変わらないんだよ。あ、そうなんですか。うん、あ、米村さんだけでいいんだっていう説もありますけど。いや、そういうことなんで。感じつもりちゃうんです。あってのあってね。あ、そう言ってくれると嬉しいですけど。そうなんです。でも、よかったです。僕も、あんまり僕が貢献しなかったらどうしよう。いや、貢献してることは分かりましたので、で今日は、はい、まあ、その、まず完走するってことですからね。そうですね。はい。終わったんですね。お疲れ様でした。まあ、改めて、ちょっとオープニングでも言いましたけど、はい、まあ、結果的には僕は、はい、あの、本当手応えとしては、受けた瞬間はかなり怪しいなと思ったんですけど、一応 162.5 を獲得しました。はい。で、米村さん的には、ね、あの、まあ、運も味方して、まあ、勉強時間とか勉強した内容の割には取れたんじゃないか、取れた方じゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、まあまあ目標の100点には及ばず半分みたいな味方したんですよね。そうですね。いや、でも僕はね、はい、あの米村さんの実力というか、例えばその今まで取ってきた実績とかは知ってるので、はい、単純に勉強時間は取れなかったのかなって正直思っちゃいましたけどね。まあ、あの、まあ、前の動画でも出した反省点の一つで、はい、あの、まあ、基礎の基礎に時間を、まあ、費やしたっていうのと、まあ、あと100点を目標っていうので、まあ、こうモチベーションが合格絶対してやるぞみたいなのがなかったので、あ、まあ、取り組めなかったって、ああ、まあ、取り組めなかったって、まあまあいいんですけどね、まあ、まあ、それも含めて反省点をしていこうってことですね。でどうしましょう、私のというよりは、じゃあ米村さんのちょっと、はい、詳細見せてもらっていいですか。はい、こちらでございます。一応ね、X とか見てはいますけどね。はい、はい、これ最初にあれですよね、はい、あのネットでその詳細じゃなくて何点ですみたいなの出るじゃないですか。はい、115点ですって出た時は、はい、あ、でも大体自己採点でイメージはできてたんですもんね。で自己採点でまあ40から50ぐらいで、うんうんうん、まあ、その一応こう楽しく盛り上げるためにあえてツイッターに X にはね書かなくて、なるほどね、はい、ちょっとね、じゃあ答えと見ながらかな、はい、問題と見ながらですけど、はい、そうですね、読み問題が4点ですけど、そうですね、漢字提出3で読み問題はある程度やってて、はい、でそのやってたのが当たったっていう感じなのか、はい、それとももう単純にその漢字の音符の部分から、はい、知ってて正解した4点っていうイメージなのか、どうですか、それとも予想で。そうですね、初見が多かったですね、まだ四字熟語とかに時間割いてたんで。そうですよね、なかなかその数も何千個ってある中でこの20個、30個に当たらないですよね。当たらないですね。そう、だから、はい、あの、ある時コップの水がこぼれるように急に点数上がると思いますよ。あ、そうなんです。だって初期の頃ってそもそも母数が少ないから、そうですね、はい、こう絞りすぎてる20、30と自分がやったやつが合致するって少ないですもんね。そうですね、確かにそうですね。やった量が増えてきた時に一気に上がる可能性がありますので、うん、そこはね、あの小学生の方もご安心をってところだと思いますけどね。はい、まあ、これあと非常に特徴的なのは、はい、一番驚くべきなのが、やっぱどう考えてもこれ四字熟語の意味っていうのが満点っていうのがちょっと意味が分かる。あ、そうですね、これはどういうことですか、これ。あの、これも僕は四字熟語に力を入れてたっていうのはあるんですけど、まあ、やっぱり運も良かったっていうのはやっぱ一つあります。僕も満点でしたが、はい、結構怪しい満点でしたよ、多分。あ、はい、二択で迷った上でとか、うん、はいはい、あですけどね。なんかいつかキクリンさんがおっしゃってて、まあ、読みって意外とそのまんまだよ、うんうんうん、あんまりひねくれて考えるよりスッと読めるものを書いた方が当たりやすいよというのをもうおっしゃってたので、もう字面からこれっぽいなって、結構全然知らないです、ほとんどこの中の。だってこれね、結局、はい、結構問題になってたんですけど、はいはい、あの、本当に知らないの2つぐらい出てるんですよね、うん、はいはい、答えにも選ばれてたこの素養みたいですね、ハエみたいなやつ、はいはい、まあ、書養とも読むらしいんですよね、はい、
まあ、僕もソヨって書きましたけど、うん、これそもそも知らないですもん、横井宇治と。で、字面から意味も大体予想してるってことですか。そうです、そうです。もう、まあ、宇治とハエの夫婦って書いてあるから、うんうん、まあ、人を野心でるのかな。他に人を野心って言いそうな言葉がなかった。はいはいはい。唯一知ってたのは春陰秋なんです。まあ、唯一知ってたのが一つなのに意味で全部5個当たったんですか。そうですね。じゃあ逆に言うと四字熟語って変に知識入れないで字面のイメージでピュアな感じで挑んだ方が当たるんですかね。いや、でも僕がこれ一個初学者的な目線で、やっぱりその四字熟語とかの読みは特にやっぱ意味も知らなきゃ答えれないっていうのもあって、はいはい、ひねった読み方はないんじゃないかなってちょっと。あ、だからね、うん、特別な読み方しなかったっていうのは、そうそうです、もう本当それは分かりますけど、はい、だって意味と当てはめていかないといけないじゃないですか、語文の中から、はい、なんでそんなに当たるんですか。いや、まあ才能かも。才能とか持って、あれ生まれた瞬間に四字熟語の意味分かんないですから。あ、はい、逆にやったとかってことじゃないのかな。まあ一応やってはいますけど、はい、でも知ってるのもめちゃくちゃ出たわけでもない。知ってるのは本当にこの問い2の語文の中だと、はい、本当春陰秋だぐらいで、だって春陰秋だって、はい、確か書画の見るからに伝わらないですよね。あ、そうですよね、はい、で一見するとなんか季節のこととか言ってそうじゃないですか。ああ、そうですか、ね、文字のことって思いました。なんかミミズとヘビみたいな。あ、でもこれ知ってたの。あ、そうです、これは知ってたのか。これは知ってます。じゃあ他で言うと、まあそうか、騒がしいか、この中だと。なんだ、復興中、あの日暮らしと長藤復興か、これ知らないですよ。なんか湧いてくるみたいな。あ、でもこれね、そうそう、はい、ソヨフンワイと長藤復興は、はいはい、あの知らないんですよ、これ。あ、そうなんですか。範囲にないんですよ。そうなんですか。普通の範囲にないんですよ。だから、なんでそんなに出せないって感じだったんですよね。まあ確かにこれだと思えば復興とは読めますけどね、はいはい、いや、だから不思議というか、うんうんうん、あ、そうか、でもやってたのが出たわけじゃないんだ。そうですね、やってたのが出た。むしろあの滝の方は、どこだ、最初の2問正解してますね。そうですね、四字熟語の滝はね、芸商部位と外軸縁、それは知ってた。これはまあ勉強してて、はいはいはい、あと増字転廃とかも知ってたけど、ちゃんと最後まで書けなかった、書き切れなかった。なるほどね。正規検事とかも分かってました。まあでも四字熟語とかはやっていけばできそうですね、うん、きっとね、うん、こんな感じですね、はい、ご選択書き取りはゼロか。ゼロ、もう書かなかったわけだ。まあそうですね。ここは最後ですからね、はい、ちょっと気になるとしたら熟語軸の当て字かな。最初の3問ができてる。そうですね、カモシカと、あ、物議を醸したこの所在と書いて、そう、ありか、ありかだったり、あらゆるか、僕はあらゆるどこだかな、ね、あらゆるが正しいというか、なんかありかダメでしたっけ。いや、ありかも丸もらった。ありか結局僕円だったんですか。丸もらってったんですよ。はいはいはい。で、本社の車、これマンボウか。マンボウですね。なるほどね。福士君は提示は、まあでも知ってた3つを答えられたという感じですかね。はい。あ、鉄の刃のブリキは、あんま思い浮かばない。まあ、思い浮かばない。なるほどね、割とクイズ番組のように見るイメージはありますけどね。あ、そうですね。あ、タイ類がゼロか。あ、タイ類もかあの書いてない。1個書いたかな、あのユンデ。はいはい、右手と左手見てるんですね。そうそうそう、はいはい、ユンデの寝て語、女に。あ、なるほどね。あ、でもいい発想だとは思いますけどね。うん、馬だったんだ。なるほど。俺右手って書きましたよ。あ、そうなんですか。馬の手が模範解答でしたけど、右手でも意味は一緒なんで。なんか関係系で右手って書かせる。そうですね、一応いろいろ一緒は当てましたけど、あの 馬の手のこと知らなかった。あ、そうなんですか、ね、まあやってない、そもそも、大流の勉強的にもまだ全然なかったって感じですね。はいはいはい。あ、文章題の滝が3問正解してますね。トロカス。トロカスとかやっぱ11でも出てきた。あ、そっかそっか。必ずしも一級漢字じゃないですね。周囲か。周囲、あ、はいはい。周囲は書き取りで練習したことでやってるな。で、8個目の銀とか。銀閣当たりました。あ、なんか詩人で銀じるみたいな。ああ、これはね、結構、あのそんな言葉は知らないけど、やっぱ銀融詩人の感じですよね。銀じます。あ、そう、世代だからね。そうそう、見ててよかった。そうそう、銀じます。銀じますがここで役立ったわけですね。そうですね、うん、なるほど。読みも結構、あ、後手もできてますね。おお、すごいですかね、うん。うん、まあまあまあ。だから、意外とね、だから、これぐらいできるんだったら、もっと取れそうだなと思ったりもするんですけどね。うん、
持ってた漢字知識でいけたのはいけたと、まあ、文章があるんでね、はい、その想像もついたりしますよね。そうですね、やっぱり前後の文脈が非常にヒントになりましたね。そうだから国語力とかそもそも普通にあるわけですからね。はい、問いはもう全然見てなければわからないと。いやでも四字熟語の次に書き取りも一応時間をかけた方、うん、2番目ぐらいやった方ですね。ただやっぱりあと一画多い、月出る月出ない、あ細かいところね。そうですね、細かいところ、はいはいはい、くしゃみとかかけたと思うんですよ。くしゃみはね、確かに細かいところが ね、うん、ね、やりとしになりますよね。くしゃみに注意した方がいいですね。興味あるな、正解したのがあるの4番目は絨毯。おお、いいですね。絨毯2パターンね、単語がありますよね。毛、ね、みたいな使いますけどね。そうそう、両方伊藤編の方しそうそう、あ、4分4本の伊藤編の方しですね。7番か、あ、ないまぜ、これはおお、ないまぜ伊藤編の、これも多分順位って見たんじゃないかな。そっか、意外とね、一級やり始めちゃうと何が一級の感じで分かんなくなってくるんですよね。そっか、これ準一級か。あの、キリさんが準一級の動画でもおっしゃってた、あ、じゃあ一級の勉強の時におっしゃってた準一級の読み問題を書く、うん、準一級の読みで出てくる漢字を書けるようにしてください、はいはいはい、っていうのがまさに、あ、そうですね、まさにそれかもしれないです。準一級の読みを書き練習しておくのは結構一級の書きでは大事かもしれないですね。はい、という感じでね、まあ、本当に四字熟語の意味と読み満点がちょっと突出してね、あの、なんか、ジャンルのレーダーチャートでもすごい形になったかもしれないね。クリオネ。クリオネ化してますもんね。バッカルコーンが出てますもんね。はい、そうか。じゃあ、まあ、それも踏まえて、どんな感想を持ったのかとか、ちょっと具体的に聞いていこうかな。ああ、そうですね。まあ、やっぱりやってみて、受けてみて、もう膨大な範囲だなと。範囲だね。打ちひしがりましたよ。いや、わかりますよ、はい、僕が始めた時よりもなんかイメージ2倍ぐらいになってますから。あ、ただあの、まあ、悪いことばっかりじゃなくて、お、なんでしょう、推測でそれこそこの満点を取れた四字熟語読みとか、まあ、読み問題、あの最後の文章問題とかも推測で取れたんで、ちゃんと暗記もっとやれば、そうですよね、合格ラインいけるんじゃないかなと思います。なるほどね、手応えもあります。手応え あった部分はあると思います。そうですよね、はい、ここでもだって満点のところがあるっていうのはなかなかすごいことですからね。あ、はい、うん、だから別に漢字の基本の力はないわけじゃないと思いますからね、うん、でも恐ろしいなと思うのが、だって音読みとかって、はい、字面からある程度当たりそうなもんじゃないですか。そうですね、それが字面から順位っていう受かってる人間が書いても4点ってことですもんね。そうそうそう、恐ろしいよ。恐ろしいですね。あと訓読みも前後の文章があるから、はい、日本語的に大体に予想つきそうじゃないですか。そうですね、それで0点にさせられるっていうのは確かに恐ろしいよな。訓読み意味わかんないですね。そうですか、なるほどね。あの、はい、実はですね、ほう、取れ高を気にしました。取れ高、はい、取れ高気にしてくださってる。今日はですね、はい、合格おめでとうございます。あ、ありがとうございます、はい、こちら、すいません気を使わしちゃって、エシレバターを使った、はい、なんか美味しいやつ、美味しいやつ、あ、はい、美味しいですか。あ、そうです、ちょっと焼き菓子、あ、焼き菓子をいただきました、ありがとうございます。嬉しいですね、視聴者の方もね、なんか聞くにも言われていただいて、ぜひこちらも、あ、先生ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、あ、これやりきります。じゃあ私も、あ、はい、あの米村さんが次回の目標を達成した際には何かしら必ず、ありがとうございます、ぜひ頑張っていただきたいと思います。あ、ありがとうございます。そうですね、僕はロレックスとかうわぁ、次回受けないでほしいな。いやいや、目標でもめちゃくちゃ高い。目標点50点。おわ、うん、はい、ありがとうございます。いいね、召し上がりくださいませ。はい、はい、ということでね、素敵なものもいただきましたけれども、はい、まあ、今回はお互いにね、はい、前回のゲストの感想、まあ、特に米村さんの話を聞きましたけれども、はい、それを踏まえて、次回2月をどうするかみたいな話を次の動画でします。そうね、次の動画でそうさせていただきましょうかね、はい、はい、ということで、じゃあ次回はですね、今後の話をしたいと思います、はい、そして今回の米村さんのね、はい、とか、米村さんの言い分について言い分何か諸申したいことがあったらコメントにね見残してください、はい、ぜひ残してください、はい、ということで、はい、今回私、キクリンと、はい、実際は俳優米村大地でした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、キクリンさん、はい、告知がある。あ、そうだ、告知があるって言ってましたね。いいですか、はい、これ告知です、オバドル由美子
2024という舞台に出演させていただきます。おお、お芝居、俳優さんですからね。俳優さんですからね、一応、うん、はい、この1月31日から2月4日までが舞台の本番で、その1週間後が探検の振り付けと、ということでね、ちょっとタイミング的に、ね、そう、タイミング的にね、これを今後どうしていく、次回の受験どうするかとかが結構これにかかるんですよ。いや、でも俳優業な、まあ、関係を両立させてこそ、そう、関係俳優ですから。関係ないです、はい、うん、まあ、やってほしいなと僕個人的には思いますけどね。ちなみにどんなお芝居なんですか？あ、この土屋かおりさん。はい、あれですよね、渋垣北のフックの奥さんですよね。金八先生です、人ですね。あ、そうです、と、あとは無菌トリオの西山さんとかが。ワルオですね。そうです、ワルオ、ワルオ。めちゃくちゃ世代ですから、我々。あ、そうなんですね。あ、はい、あと、あの、坂本誠さん。はい、あ、ドラマとかでよく見る方。そうです、ライアーゲームとか電車とか出演されてる。はい、コメディ？コメディです、もうガチガチのコメディ。ガチガチのコメディ。ガチガチのコメディです。はい、米村さんはどういった役で？米村さんはですね、あの、これ富士市、静岡県富士市を舞台に、うん、その富士市の商店街を盛り上げていこうっていうお祭りの時に、アイドルが、この土屋さんのうちのアイドルが来るんですけれども、うんうんうん、まあ、そのイベントを盛り上げようとする富士市の市役所の職員です。市役所の職員ですか？そうそうです。そういうタイプ、まあまあ、まあ、役もないか。精悍な顔立ちで、ね、爽やかな。新たな職員ね、はい、ぜひこちらの方を皆様頭の方に留めていただければなと思います。はい、はい、ということで改めて俳優でもやっている背中俳優の根村太一でした。ありがとうございました。ありがとうございました。